値上げはもう必死でございます、えー。値上げしなければいけなくなる。割を食うのは、えー、まあ、頭の悪い人だったりとかですね、経済的にですね、困窮している人たちが一番、えー、打撃を受けます。意味になります。ただね、えー、希望は、日本は私が、あの、常々より言ってる通りです。僕はね、時々、その外国人実習者、実習生制度をですね、批判したりしてます。 えー、現代の奴隷制度、えー、だとかですね、えー、そういうふうに批判しておりますが、なんで外国人自主制制度ができたかっていうと、日本って、まあ、島国で、えー、まあ、なんていうのかな、こう純潔性と言いますかですね、そういったものを重んじる、えー、傾向があります。えー、だから、海外からの移民労働者なんかに対してですね、非常に否定的なんですね、えー、犯罪が増えるだとかですね、そういったことを言うわけです。えー まあ前のですね、安倍政権の時にですね、えー、菅元首相なんかが先導をしてですね、観光立国にするということで、年間300万人程度だった観光客数が10年で10倍に増えた3000万人台になったんですね、2019年のコロナ前ですけれども。 まあその時もですね、警察だったりとか、あの、入国管理局だったりはですね、えー、外国人が来ると犯罪が増えるからビザをそんなに簡単に出してはならんみたいなことを言ってたんですけれども、まあ、犯罪をする人の比率は別に日本人でも外国人でもあんまり変わらなかったっていう、まあ、むしろ日本に来る人たちはですね、収入が高くて、えー、そんなに犯罪をしない人が多かったって話だったんですけれども、まあ、 外国人が来ると犯罪が増えるとかですね、そういうそのよそ者を、えー、ね、えー、排除する論理というのは、まあ、島国根性、いわゆる島国根性で、やっぱり移民政策っていうのは人気がないので、えー、移民をします、移民政策を進めますっていうと選挙で受からないんですよね。なので、えー、これも、 抜け穴的にと言いますかですね。これはあくまでも実習生なんです。研修生なんです。えー、何年かすると国に帰るんで大丈夫ですみたいな、あそういう言い訳をしながら、あと、留学生もですね、同じように使われてるんですけれども、えー、留学生だったり外国人実習生という形で実質的に民労働力をですね、ゲットしないとやばいってことは政府も赤字なんですね。なので、外国人実習生制度と、あの、使ってたんです。本当にあの、一次産業なんかはですね、 まあ、要は、デフレ、長引くデフレで、え、販売価格に転嫁できないので、え、安く作るしかないわけですね。っていうふうな、まあ、ジレンマに陥ってたわけですね。え、ということで、もう、これ、値上げ必至ですね。電力料金も原発再稼働反対とかって言ってる、まあ、頭の弱い人たちがいっぱいいてですね。まあ、その結果として、 原発は再雇動されぬまま、電力料金が2倍、3倍に高騰していたりとか、もちろん燃料代も上がってるんで、えー、もう全部電気ガス水道ですね。す、え、べ、ー、てのものが値上がりしていくので、値上げはもう必死でございます。えー、値上げしなければいけなくなる。 なのでインフレになりますと。で、そうすると給料も上がるんで、まあ、この傾向がずっと続くとは僕は思えないんですけれども、ただ、高齢少子化が進んでいくことは間違いないので、えー、もうこれはね、もう待ったなしで、えー、日本としてはですね、えー、女性の活用、だから男女共同参画なんて言われてるんですけども、女性を労働者として、えー、確保する。そして、えー、定年を伸ばしてですね、えー、高齢者も働いてもらうと。 で、若、えー、少子化対策はなかなか難しいので、えー、外国から人を連れてこなければいけない。が、えー、先ほどの通り日本はもう逆にですね、オーストラリアのようなですね、物価の高い国に、えー、移民して労働するような時代になってしまったので、えー、この傾向をですね、えー、止めるのは僕は結構難しいんじゃないかなっていうふうに思います。日本の賃金がですね、介護士の給料が100万近くになるなんていうのはね、日本だともう到底難しいんじゃないかな。 あということでですね、えー、もう日本は機械化を進めるしかないのかな。AI とか機械化、あそういったものにですね、慣れていくしかない。えー、レジでですね、労働してくれてる外国人実習生もいなくなります。スーパーとかコンビニのレジ。まあ、都心に行けば行くほど外国人、えー、労働者が多いと思うんですけれども、こういったところもね、 えー、ダメになります。ただね、えー、希望は、日本は、私が、あの、常々より言ってる通りですね、自然環境がめちゃくちゃ豊かです。えー、そして、まあ、比較的安全であると。で、歴史と伝統があるということで、日本のファンの人たちっていうのはめちゃくちゃ多いんです。これは日本の自然環境、そしてその歴史の、えー、なせる技なんですね。なので、えーまあ、僕はですね、そういった人たちを優遇するような政策を取ればですね、 まだ何とかなる可能性はあるのかなと思います。例えばですね、そういったものを愛する人たちは、やはりこうね、あの、高所得者の人たちが多いので、えー、例えばですね、特区を作って、そこに住んでいる人たちは、例えば株式上等益課税をですね、ゼロにするとか、まあ本当に定額5%、10%とかにするとかですね、 まあそういった政策。まあシンガポールとかね、ドバイとかはそれを0円にして、あの、トにしてるんで、そういった資産家が集まるようになってますけれども、シンガポールとかドバイってやっぱ小さい国だし、自然環境豊かではないし、歴史と伝統もないので、そういう意味で言うと日本の方が圧倒的に強いので5、5%とかね、えー、それぐらいにするとかなりの人たちがそこに移住してくるのかなというふうに思います。あるいは相続税をゼロにするとかね。 はい。あの、そういうことでですね、高所得者層が来ると物価も上がり、その、まあそういった人たちがいろんなところに投資、インフラであったりとかですね、えー、そういったところに投資をしていきます。まあホテルを開発したりとかですね。えー、まあ日本はですね、ニセコをはじめとするスノーリゾートだったりとか、そういったところの開発、あとは沖縄だったりとかですね、こういったところの開発が、えー、今急速に進んでおります。えー、そういったところにですね、 あの、富裕層の人たちが、喜ぶ、に喜ばれるような、トックなんかを作るとですね、大きく変わるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、この、私が、あの、提案しているこのやり方っていうのはですね、本当に、ま、待ったなしの改革なんですね。もう、NHK のクローズアップ現代が本当のこと言っちゃったっていう、で、それがあの SN、SNS で話題になって、俺も俺もって言って、みんな行こうとしてるわけですよね。 あの、本当にでも、えー、オーストラリアはですね、ブルーカラーの労働者とか、そういったものをですね、たくさん、あの、まあ、すごくですね、景気もいいので、えー、たくさん必要としてるんで、まあ、それはいけばいいって話なんですけれども、えー、そうするとですね、日本が産業空洞化してしまう、えー、その結果として、もしかしたらハードランディングになるかもしれない。ハードランディングってのは要は経済がクラッシュしてしまうってことなんですけど、それも日本だけ。でそこで、割を食うのは、 えー、まあ、頭の悪い人だったりとかですね、経済的にですね、困窮している人たちが一番、えー、打撃を受けます。でもそれは無知だから、バカだからそうなってるだけであって、これもしょうがないっちゃしょうがないんだよね。えー、原子力発電所再稼働にですね、反対してる人たちも、なんかよくわかんないと、原子力ってよくわかんない、放射能ってよくわかんないみたいなところで、なんとなく反対してるだけなんですよね。 で、そういった人たちが、えー、電力料金とかガスの料金上がってですね、泡吹いてる、あ,あのね、慌てふためてるっていう状態になったわけです。まあ、要は無知であることの罪なんですね。 まあ、ほんと手のつけられない問題と言いますかですね、少しでもこうやって僕の動画を見てですね、えー、自分がいかに無知かあ、そういう場合はどうだろう。まあ、まあ私だったりとかですね、いろんなその知識人の人たちで信頼できる人を見つけて、えー、その人が言ってることを信じましょうと。えー、術とかですね、なんかよくわかんない民間療法とかですね、そういったものを信じるんじゃなくて、 あの、信頼できる人たちをですね、ぜひ YouTube とかそういったところでもで、ね、見つけてほしいなと思います。